吹奏楽のための公共曲は、ポール・フォーシェが1926年に発表した作品。アメリカで出版された際の題名で、公共曲編炉町長としても知られる。作曲の経緯や初演についての確かな記録は存在しないが、楽器編成などからギャルド・レピブリケーヌ吹奏楽団のために作曲されたと推定されている。 吹奏楽のための公共曲としては20世紀でも特に早いものの一つと考えられる。近代のバンドのために書かれた最も優れた公共曲の一つと評される。フランスでは出版後ほどなくして演奏されなくなったが、アメリカや日本などでは楽器編成を変更した版が普及し、吹奏楽のための貴重なレパートリーとして取り上げられた。 作品のほとんどの部分は19世紀の火星の語法に基づいて書かれており、フランス6人組などの作曲当時の新しいスタイルではなく、カミー・ユ・サン・サーンスやバン・サン・ダンディのような保守的な傾向の作曲家の手法に従っている。作品は1926年、イベット・エシ・エフェール社参加のビュッフェ・クランポン出版社から、学章ごとに分割して出版された。 この時刊行されたのはパートフとコンデンススコアのみであり、また作曲者による実質譜は現存が確認されていない。後にカールトンカレッジ吹奏楽団の指揮者を務めていた作曲家のジェームズ・ロバート・ジレットがこの作品の存在を知り、第1楽章と第4楽章をアメリカ式の吹奏楽編成に合わせて編曲し、1934年に ウィットマークサンズ社から出版した。他の二つの楽章の編曲は、作曲家、編曲家として活動していたフランク・キャンベル・ワトソンによって行われ、第三楽章が1948年に、第二楽章が1949年に出版された。ジレットやキャンベル・ワトソンによる変更の多くは、原曲に含まれている大量の作ルン族の楽器を削減するための、 ものだったが、第二楽章冒頭のクラリネット群による戦律がホルンのソロに変更されているなど編集者の総意による編曲も存在する。1933年1月16日のカールトンカレッジ吹奏楽団によるアメリカ初演はジレットが手を加えた形で行われ、以降長年にわたりこの番によって演奏が続けられてきた。 1960年の大阪市音楽団による日本初演もこの版に基づいている。2010年に新たな皇帝による版がフランスのロベール・マルタン社から出版された。皇帝の中心となったのはアルゼンチン出身の指揮者であるミゲル・エチェゴン世代で楽器編成は1926年版に忠実に再現されている。2011年フランス国家警察水槽楽団が この版に基づき、原編成での世界発録音を行った。2015年には1926年版をもとに、しながらアメリカ式編成を考慮した新しい実用版が、シャノン・カイト・リンガーによって作成されている。学章ごとに分割して出版されたため、各学章の編成には多少の違いがある。ここでは、総編成で記す。 伝統的な音楽章構成をとっており、吹奏楽のための公共曲としては、初めての例と考えられる。シャノン・エム・キトリンガー・ポール・ロバート・フォシェー、S ・シンホニー・イン・ B ・フラット、A ・パフォーマンス・エディション・フォー・モダン・ウィンド・バンド、インストゥルメンテーション・ P25 ・キトリンガー、P52。これ以前の吹奏楽のための公共曲としては、フランソワ・ジョセフ・モセックの軍隊公共曲へ、 町長調や、エクトル・ベルリオーズの、早々と勝利の大公共曲などがある。後藤博士、作曲家は、吹奏楽にどのようにアプローチしたか、ホルスト、ボーン・ウィリアムズまで、バンド・ジャーナル1989年8月号、P39。ABC ノート・フォー・ミュージック・でラ・ポリス・ナシノール、ジャー・オーム・イレール・シンフォニー・ホシェ・ AB ・ティーチング、ミュージック、 スルーパフォーマンスインバンド、ボリューム3、GIA パブリケーションズ、2000、ピアニッシモ、550から552、キトリンガー、P21、35、ギレットとも表記される。キトリンガー、ピアニッシモ、22から23、ABC 解説、大阪市音楽団、木村義弘、ウィンドオーケストラのための公共曲3。当時ギレットが譜面を入手していたのは、 1> 第1楽章と第4楽章のみで、彼は自作の感情楽章を加えて3楽章構成の作品として演奏した。キトリンガー、ピアニッシモ、3から5、キトリンガー、ピアニッシモ、25から26、キトリンガー、P27、キトリンガー、p 9ティーチングミュージック、スルーパフォーマンスインバンド、ボリューム3、ピアニッシモ、553から554、 ありがとうございます。